This could be good for me. Lately I've...さあ始まりました。本日ジャスミンのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども1月21日午後17時5分 YouTube 録画しております。はい、本日はジャスミンで2022年負けない方法という形でちょっと進めていきたいと思います。今日ちょっと緊急事態ということで仮想通貨ですね、株式大暴落しております。まずちょっと株式ですね、この辺から見ていきたいと思います。はい、こちらがニューヨークダウ昨日の今朝のものになりますけども、313ドル安、それからナスダックが186ポイント安ということで大幅下落になってます。それからニューヨークの、ね、先物になりますけども、こちらが64ドルのマイナスということで、まあ、ちょっと下げ幅ね、先ほどに比べるとかなり縮めてきております。ただこれはね、ちょっと当てにならないんじゃないかなと思うので、まあ、あんまり期待せずですね、ただ今日ぐらいはプラスが見たいなというところであります。それからビックス指数もね、上がってますので、ちょっとこの辺から見ると、やっぱりボラタイルな相場がこれからもちょっと続いていくのかなというところ。それから金もですね、少し今日は下落してまして、ちょっと安全資産、それから債券なども、軒並み下がっているということなんで、まあ、債券の方がね、ヘッジが効くのかと思ったんですけど、全然効かないという、まあ、とりあえずもう何でもいいから売ろうということで、まあ、売りが売りを呼んでいるというのが、この辺からも確認できるんじゃないかなと思います。はい、こちらは仮想通貨の動きになりますけども、今日もビットコイン、イーサー、それから大幅に下落になってしまいました。かなり厳しい展開でありまして、まあ、バイデン政権の、ね、この政策の問題で金利を、ね、ちょっと動かして、雇用の安定だったり、ね、こうインフレ対策ということで、まあ、金利を調整して、まあ、そのために、ね、ちょっと株価がかなり下がっているので、それがこういう仮想通貨にも、まあちょっとですね、リスクオフというムードが強くてですね、ビットコイン、それからイーサも大幅に下落ということになっております。ビットコインがですね、今448万円ぐらいですね、それからイーサの方が33万円ということで、ちょっとそれぞれ400万円、30万円のね、ちょっと節目にちょっと到達するような勢いで下がってきてるわけなんですけども、今日のニューヨークですね、こちらがちょっとでもね、プラスになると、少し土日ね、買い戻し入ってくるかもしれませんけども、そう簡単にはこの金利の問題はおそらく終わらないです。ですので、ちょっと戻してもすぐね、また安くなってくると思うので、ちょっとここはね、焦らずという形で、まあ、戻ってくれればいいんですけどね、ちょっと危険な感じ。そんな中、ジャスミンどうなっているかというところなんですけども、今日は 1% 安なんですが、7.97 円、時価総額の方も247位ということで、ちょっと下がったなという感じはいたします。ただ、他のものに比べると、少し下げ幅がちっちゃいなというところです。まあ、すでにね、もう下げまくっていたというか、下げていたので、昨日とかも下げ幅きつかったですから、他のものが下がってない分、今日はね、なんて言うんでしょうか、昨日の分、下がってないのかなというところはありますけども、ちょっとね、こう、締め作ったように思いますし、そろそろ反転するような形にも見えるんですけども、これは油断しない方がいいですね。おそらくここでやっぱり買ってしまったりすると、まあ、ニューヨークダウとかね、それからまたビットコイン、イーサが、まあ、20% ぐらい下がった時ですね、こちらもおそらく7円は割り込んでくると思うので、まあ、そのタイミングで全部売らなきゃなってことを判断してしまいそうな感じがいたします。ですので今8円でちょっとね、安いですし、今日下がってない、そろそろそこなんじゃないかなと思う気持ちをぐっとこらえてですね、しっかり上がってくるのをね、見越して買っていくが、でも遅くないと思うんですね。今は焦らず、しっかり見極めるのが大事だと思います。ちょっとサポートも効いているようなイメージはあるんですけども、まだまだこれはね、下落の序章かもしれませんので、まあ、ちょっとビットコイン、イーサー、それからニューヨークダウ、それからナスダックですね、この辺の動き、しっかり見極めていきましょう。今本当に安易に買っていくと、負けがどんどん広がって、まあ、株もそうです、仮想通貨もどれも下がってますので、今は負けないように、しっかり2022年、まだ始まったばかりですけど、先々のね、この1ヶ月、2ヶ月の負けが、本当に12月まで尾を引いてしまいますので、しっかりここは、勝ちを意識するんじゃなくて、負けないことですね。ここを意識していきましょう。そうするんであればね、まあ、ちょっとジャスミンが、もう一回どんな仮想通貨なのか、しっかり調べてですね、それからでも遅くないと思いますので、まあ、よしと決まればですね、積み立てていけば、安く拾えるかもしれませんので、そういう投資をしていきましょう。投機ではなく投資ですね。しっかり。まずジャスミンのことをよく調べてですね。それからでも遅くないです。それから今の問題、最後におさらいしていきますと、金利問題。これはまだ終わらないです。それから、
オミクロンですね。これもまだまだ広がってきてます。それから、まあ、今夜もちょっと話し合いがということなんですけども、ロシアとウクライナの地政学的リスクですね。これもあります。これがまた原油をね、引き上げてしまって、インフレさらに加速するということで、対策をしなきゃいけないということで、今バイデン政権躍起になっておりますので、まあ、ちょっとここは注視していきましょう。ですので、この3つのポイントですね、しっかり落とし込んで投資、今何をするべきか、答えはおのずと出てると思いますので、しっかり対応していきましょう。今はとにかく無駄な買い物はしてはいけないと思います。まだまだ焦らずですね、そこをちょっとしっかりポイント守れば、今持っているものでもね、そんなにこうグラグラしてこないと思うんですけど、無駄な買い物をしてしまうと、とんでもない下落が来た時に、今持っている大事なものまでぶん投げてしまいます。これを気をつけましょう。ですので、今はしっかり3つのポイントを噛み締めてですね、ここを忘れてはいけないです。金利問題、オミクロン、それからロシアとウクライナ、地政学的リスク。もう1回言いますけどね、この2つです。あ、3つですね。ぜひね、この辺を忘れずに、2022年、まだまだこれからです。しっかり勝ち抜いていきましょう。生き残っていきましょう。ということで、今回はジャスミンのチャート分析、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。諦めたら本当終わりです。ジャスミンはね、諦めないと思いますし、私たちが諦めなければ、まだまだ投資はこれからできていきますので、まだジャスミンもね、始まったばかりですから、まだまだ焦ることもないですし、諦めないでしっかり対応していきましょう。ということで、今回もね、ジャスミンのチャート分析、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。